こちらハッスル信用が売りだ純度 100% ヒップホップパックこちらハッスル信用が売りだ純度 100% ヒップホップパックヒップホップパック。肋骨つかんの。お疲れです。お疲れです。なぜカメラ回してんの。なぜカメラ回してんの。なぜカメラ回してんの。決まってるでしょ。これからのやつですよ。これからの企画決まってる。いいですよ。ような企画あったっけ。今と言えば、ひろきと言えば、ひろきと言えば何ですか。 K-1 ファイター。 K-1 ファイターと言えば、 K-1 ファイターで言えば格闘技ですよね。試合と違うでしょ。何よ。何旬なものは何ですか。 YouTube で、はい、喧嘩でしょ。あ、喧嘩自慢でしょ。喧嘩自慢ね。え、それをすんの。もちろん俺らのチャンネルで当たり前じゃないですか。だから、いやいやしたらやろ。そんな、いや、もうやるでしょ。どうすんの今から。それせかさないでください。別に楽しみやからせかしたわけじゃなくて、もう今から。もう一、うん、はい、じゃあもちょ持ってきますね。ちょっと待ってくださいよ。はい、ということで勘のいい方ならわかるんじゃないでしょうか。今穴があって中に日本地図が入ってるわけですよ。日本地図をですね、うん、引いていただきますと、うんうん、まあ要はこんな感じで、まあ、例えばですけど、ちょっと待って。これ言ってましたぞ。分かるけど、それ分かるね。言うとこだ分かる。はい、今これ秋田県。秋田県です。はい、秋田県に何しに行きますか。喧嘩島。違う。違うな。え、ちょっと待って。47都道府県全部行くの。もちろん。嘘やん。題して、はい、え、俺に俺に振るの。題して喧嘩自慢。喧嘩自慢全国制旗。よっしゃー。で、旗叩いたもんとあるよ。え、じゃない、じゃない。だってさ、47都道府県ってことは47回戦うの。最低でも。ちょっと有名な市とかあったら、県で2個ぐらいかな。で、だからな、一発目北海道肉で、美味しいもん食べたいし。いや、あの、北海道に関してはちょっと引いておきます。なんでなんでなんで。あの、まだそんな経費使えるチャンネルじゃないと思う。ってことは経費でいけるってこと。いや、そういうわけではないんですよ。どういうこと。俺、自腹切って人と芝居検診が。はい、もちろんですよ。俺は見たいは見たいかな、こんなんは。はい、うわ、もう引いた件あるじゃないですか。その引いた件のところを要は募集しますと。三浦君の公式ツイッターにて、うん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 、例えば今から引くところ、まあ今例えばですけど北海道引きましたと、うん、じゃあ北海道引きましたってやったら、北海道の喧嘩自慢をツイッターにて募集します。あ、それによって募集された人たちから送られてきた応募の動画を見ながら、あ、面白い。それは選定して、まあ、例えばスパーリング動画を見せてもらうなり、あーとか俺を煽った動画、そうです、そうです。それを見てひろき選手が、うん、じゃあもうこの人に決めたってなった人と喧嘩自慢、これをもう全国、それはもう喧嘩自慢じゃなくて、もう素人でも地下格闘技の人とかでもいいんじゃない。全然いいです ね。だからそれはもうこちら側の選定なんで、まあ、47都道府県に行くと、まあ、簡単に言うとファンでもいいわけだしね。そうです、そうです。まあでもやっぱり僕らも選定に入るんです。面白くない選手とはやらせないんで、私で殴り合ってほしいんで。嫌いですやっぱりね、ガチな喧嘩自慢はやっぱり視聴者、まあバチバチはね、俺のまあ私、俺のまあバチバチを見たい、そういうことなんです。ということで、じゃあ早速第1回目引きましょう。全国喧嘩自慢栄えある第1回目をちょっと引いていただきましょう。はい、ということで一発目全国喧嘩自慢制覇ダビー一発目。祝じゃない、祝じゃない、祝じゃない、祝祝の使い方間違ってる。マジ祝。いや、じゃマジ祝。ちゃうねんな。いや、ちゃうねんな。なんで俺自費で行って。わかった、ほな出す。いや、じゃあ夜行バスでいい。わかってんか。じゃあ初めは出す。逆や。初めは出すけど絵面が取れなかったと。あー、取れなかった。取れなかったら帰りは出さない。自分で帰るってこと。自費。そうそう、あ、それやったらちょっとやる気出てきた。よっしゃ。でもそれでいこう。でも沖縄来たよね。もう一発目の沖縄がいい。
いや、この時期に沖縄でもよくなくスタッフからしたらあれやで、日本全国行けるだけやから。いや、違う。え、スタッフの旅費はどう？うちの経費。スタッフの旅費は何？はい、はい、じゃあ第1回全国喧嘩自慢制覇旅行くで。おお、なんか優しいな。手優しい。なんか沖縄大きい。触ってんな、触ってんな。みんな大きい。触ってんな。いや、マジで分からへん。完全になんかを思い出してんな。でも、地理の時間思い出してんな。わかります？日本の形。全然、長野県とかやったらわかる。マッシャや県やし。でもこうやって何も見んと触った。今持ってます？これ何？一回こっち見せてください。これは？ああ。何これ？強そう。強いやつある。なんかね、あの、多分強いやつはガチで最強な剣。ん？何その剣？ガチで最強な剣。強いやつって言われて出てきたら多分ほんまガチで強い。これ、あ、今指のネジ引いてた。ここはこれ言っていい？取ります。これのターン、ドロー。ダメとこシーター、ダメとこシーター。懐かしい。いや、出せえ。ドローしたの出せえ。はい。うわ、女、大阪。女、最低経費出てるの。最低経費、まだの計算ね。30分ぐらいつくやん。さすが。これで持ってんな。いや、だってこれありがたい。いいスパーしても悪いスパーしても、ただのデゲコになるで。ただのデゲコになるで。でも大阪ちょっとヤンキー多いからさ。まあね、まあね。まあでも結構 YouTube 視聴者さん見たいんじゃないかな。やりラフィーが多いから。どういうこと？それも独断と偏見よね。独断と偏見。大阪基本バカばっか。ほんまに終わんで、ほんまに終わるって、ほんまに終わるって、ほんまに終わるって、このチャンネルが終わる。やめて。大阪基本あかんって。あかん。使えへんな、これは。でも大阪基本なんやろな。ちなみにこれは煽り PV で使います。大阪基本、あのピチピチスキニーバカ。まあ、これは悪口じゃないから。あ、そうそう、ピチピチスキニーにディーゼルのカバン斜めがけしてる。みんなで、明るい靴、明るい靴、そっち系ちょっとかかってきてください。大阪なんで。で、ここパパって終わらせて、ちょっと沖縄行こうよね。確かに。じゃあ沖縄、第1件目は大阪府に決定いたしました。じゃあ大阪府の喧嘩自慢に一言だけお願いします。大阪府の喧嘩自慢、あの、まあ自分大阪やし、大阪に大阪やる気ないな、やる気ないな。まあ好きやな。まあでも知らんけど。空気清浄機くんです。綺麗ですね。空気清浄機くんっていうね。まあ大阪のヤンキー多そうなとこなんで、ちょっと大阪のヤンキーかかってこい。